さん、こんにちは。こんにちは。高級ブドウです。あら、高級ブドウ、すごい。ジュニア君、おかえり。ジュニア君、おかえり。久しぶり、ジュニア君。帰ってきましたね。3週間ぶりだったね。そうですね。3週間ぶり、3週間ぶり。ね。で、相変わらず、ジュニア君の点滴、チャロマスです。はい。ジュニア君の方見ません。ジュニアの方見ません。絶対見ないです。でも、いや、でもね、すごいですね、高級ブドウ。そうそうそう。どうしたんですかね。これ。何があったんですか。これ。キューブド。なんかすいません、あのお客さんからなんかいろんなお届け物あるね。ああ、そうそうです、ね、リンゴがなんか5ケースぐらいあそこに。ああ、昨日そうです、楽屋の前にも積まれてて、はい、いつもお世話になってるお、ね、びっくり。なんかいろんな方が本当に、この夏はすごいことになってましたね。いや、もうトウモロコシ多分500本以上そうそう、キュウリ多分200、300本かな。ああ、で、はい、ナスも200本ぐらい、大根が40、50本トマト何キロぐらいあれ、20-30キロ。あ、すごいね。そうですね、何にも買わなくてよかったです。本当ですね、本当にもう助かりました。と思えば、なんか知らないですけど、はい、あの2日前に、はい、あの楽屋の前にこんなものが置いてあったので、はい、高級ブドウが置いてました。どちら様からなんですか、ね、いや、分からないです。分からないんですけど、実は分からなかったので、あ、なん、全然開けられなかった。だから開けられなかった。はい、そうですね、それようやく分かりましたけど、まあね、はい、あ、これはあの、すいません、見て、じゃじゃん、うわー、うわー、すごい。あ、そうは言いながら入ってました。シャインマスカット入ってますね。そして富士見のり。富士見のり、あれ、誰が好きな富士見のり。これ知ってる、ジュニア。これね、ここに書いてあったの、本当はちょっと、本当はね、なんかこういうこと言ったらあれだから、うん、これ楽屋の前に置いてあったんで、ほうほう、なんか知らないと、五郎さんへって置いてあった。五郎さんね、キョロマツねじゃなくて。はあ、楽屋の誰かお客さんが置いていったそうです。あ、そうなんですね。すいません、私がちょっとウォーキング中にで、あの、つい最近、あの、また、またフェイスブックの方で、ね、私探してみたので、メッセージが入ってました。あら、舞台でチャロマツくん見て、チャロマツくんが何が好きなんですかって、はい、うちの子供が聞いたら、シャインマスカットってチャロマツくんが言ってたんで、シャインマスカット。あ、入ってます、シャインマスカット。で、なぜか富士みのりの方がいっぱい入ってます。富士みのり2個入ってます。2つ。そして、そしてお母さんが、ゴロさんはって言ってから、富士みのりですって言ったら、富士みのりを買ってきてくれました。ゴロさん、あ、ジュニア、あれね、あれね、ジュニア奪った。あれ、猿社会の立場を知らない、あなた。普通はチョロマツさんを先に。そうですよ、年上から年功序列。チョロマツくんが、チョロマツさんが先に。そしてジュニア君でーす。はい、後から、はい、トマト座ってください。いいから。そしてゴロさんの大好きな富士みのりでーす。ダメです、富士みのりはゴロさんからでーす。食べてます。シャインマスカットです。シャインマスカットです。フグじゃねえよ、お前。もらった時だけもらった時だけフグじゃねえだろ、お前。富士みのりはゴロさんのでーす。そしてたまには純平君にも行きまーす。はい、純平君にも。うん、シャインマスカット美味しいですか。美味しいです。美味しいですか。いや、ジュニアは、あ、これは、ね、ゴロさんはね、あのチョロマツに食べさせすぎだっていうのちょっといろいろ問題が起きておりまして。食べさせすぎだそうです。チョロマツさん、チョロマツが巨大化するという4代目に近づくんじゃないかと皆さん心配をされていて、これもうちょっと大きくなってるかな、うん、食べる、うん、食べる、あれ、あげる前に取らないお前。こうじゃねえよ、こうじゃ。じゃあ富士見のり1個だね、ようか。うん。これ知ってた、俺の大好物って。はい、富士見のり。はい、チョロマツさん。あ、チョロマツさんの富士見のり。見て、富士見のり。今日は衣装が富士見のりだ。本当だ。富士見のり色。富士見のり色。美味しい、富士見のり。ね。まあ、あんまり食べさせると、また、ゴロさん、また色々怒られるんで。ね。今日はこれぐらいです。いや、でもすいません、これ。本当、たくさん。わざわざ楽屋に届けていただいて、そうですね、ありがとうございました。本当にありがとうございました。高級ブドウ、ね、高級ブドウ、富士見のりとシャインマスカット、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。これはあのジュニア君と今チョロマスいただきましたけど、はい、お母さんさんたちにも、そうですね、みんなであげます。なんそのがっかりした顔するの。なんそのがっかりするの。なんそのがっかりした顔するの。
みんなにあげなきゃね。ね、庄司に。何する？なんでカッポイなんだよ。なんでカッポイなの？お前口に入ってる口に入ってる口に入ってるやん口に。食べろそれ。それ食べろ。食べて。皮食べるんだ皮、はい、皮食べずにここに入ってるここに身がここに身が入ってる嫌じゃない。嫌というわけで夏休みもあと残り5日ですね。6日31まで、はい、ですかね。30まで、はい、舞台頑張ります。はい、よろしくお願いします。皆さんから本当ご支援応援いただいて本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。しっかり頑張っていきます。はい、ジュニア君もお疲れさん。お疲れ様でした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 。お疲れ様。ありがとうございます。はい。シャインマスカットです。シャインマスカット、はい、いただきました。ちょっとムッとすんだよ。いいじゃん。じゃあ、マツくんは、違う方向向いてます。はい。もう諦めてます。諦めてます。最近は、制限されてんじゃないみたいな。寂しそうな顔。もっと食べれるのにね。今しっかり返事しましたね。本音が出たり、本音の一言が。おー、バッチリ。本音が出ました。ちょっと待って。何もっとくれよ、みたいな。もちろん、もっとくれよって。それは言えないけど。そう、怒られてるね。怒られてる。君が知らないとこで五郎さんまずいよと、うん、巨大化するからやめてくれと。ね、チョロマツは君に疲れてる。ジュニア君に疲れてる。君に疲れてる。君にチョロマツ君はこいつが帰ってこなかったらね。部屋で安らかに休めるのにな。本当に穏やかに休めるのに。なんでジュニア帰ってくるんだろう。隣の部屋で威嚇してやな。うるせえだろう、寝れないだろう、お前。ジュニア帰ってくるんだよ、お前。ああ、そういう方もすんぞ。YouTube がいい顔しやがって、ジュニア。ああ、聞こえて、これ入ってた。入ってる、全部入ってます。入ってた。ああ、YouTube じゃいい顔しやがって、ジュニア。裏の顔があるのか、ジュニア。裏の顔あるだろ、お前。そうか。見せてあげたいよ、お前。俺の隣の部屋でどういう顔してるか。そうなのか。で、ちょろまず言ってるよ。だって。ないよ。そんな顔ないよ。これ食えちゃう。これ。あ、食った。あ、食った。食った。食ったね。はい。ようやく食べました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。うん。うん、そうした。いいよ、そうした。